カズコもカバーされていた黄昏のビギンを、ね、雨に濡れてた黄昏の街、あなたと会った初めての夜、二人の肩に銀色の雨、あなたの唇濡れていたっけ。こんなやつだったよね、忘れちゃったけどね。ここまで行けば大したもんだよな。ツェーマンゲーセン15,000円、確かにフォーエラブ最後のハーモニクスを聞きたいと。あ、違う、こういうやつだったかなね。鎌倉市カニザ B 型さん、ガロ吟遊詩人のどれも物悲しくての部分も、あ、フルでお願いします。歌詞は分かんねえな。みたいな。どれも物悲しくて愚かしくて、それだから愛らしいそれらの出来事、あの時代愛してた仲間の青春を歌って聞かせたいと今思う。だったかな。星ディスを歌うボノさん、ハッピーエンドの朝をお願いします。ちょっとかな、イントロ G だっけ。朝がカーテンの隙間から漏れ横たわる君を優しく包む、そしてラダリリン、僕の中、こんなやつです。ハッピーエンドのファーストアルバムね。ネリキリさんは地球はメリーゴーランド、回る回るよ、埼玉県川口市トゥールース、むしろどうにかなるさです。今夜の容疑者で旅立つ俺だよ、あてなどないけどどうにかなるさ。こんなでいいですか。真夜中のプリン職人さん、トノバンをようやく見に、あ、予定をやりくりして、みんな朝一で出かけて、 ありがとうございます。あ、だけど上映待っていたのはどうやら機械の故障のようで、スクリーンの右半分が映ってない、結局上映中止になっちゃった。あらま、そうなの。今月末に他の劇場での上映が始まるんで、今は楽しみに待とうと思います。それはそれは、すむ、こんなアンラッキーな私に白い色は恋人の色。なるほど。花びらの白い色は恋人の色、懐かしい白百合は恋人の色。下ハモって、ふるさとのあの人のあの人の足元に咲く白百合は
はい、次、大宮区加藤道夫、高田渡さんのアイスクリーム、あ、これはね今この時期はいいやね。アイスクリーム、アイスクリーム、アイスクリーム、私の恋人よ、あんまり長く放っておくとお行儀が悪くなる、長い、コアさん、青い鳥、タイガース、おー、Eマイナー、青い鳥を見つけたよ、美しい島で幸せ運ぶ小さな鳥を、であってたっけ、よく昔さイントロやってね、青い鳥小鳥なぜなぜ青いとかって歌ってたな、中学の時。そういうことやっちゃいけませんよ。夏美さん、魔法にかかった朝、闇の国が去って朝が目かしてくる、すべてが、これさ今日中指の爪がちょっと長いのかな、これ何だろう、引っかかるな、明日までに削っとこうね、ちょっと引っかかるよねなんだっけこれは、誰、桃若さん、軽トラではハッピーエンドよくかかりますが、72年当時、東のハッピーエンド、西のジプシーブラッドと言われた片方がかかりません。ぜひ名盤ロックおろしの1曲目、忘れかけた言葉をお願いし、わかんねえよあれ、聞かなかったジプシーブラッドはね、えほんとごめんよ、そういうね、わかんない曲もたくさんありますからね、何でも知ってると思ったらお間違いですよ夏のゆきさん、これは知ってるぞ、人生を語らずだね、少し前の放送で坂崎さんが拓郎さんの沼に落ちた曲がどうしてこんなに悲しいんだろうだとおっしゃってましたが、自分にとっては、沼落ち曲は人生を語らずでしたと。朝日が昇るから起きるんじゃなくて、目覚める時だから旅をするね。越えて行けそこを、越えて行けそれを、今はまだ人生を、人生を語らず、ね、坂崎歌うなって言われそうだからな、拓郎さんにな。こっちは渡郎、渡郎さん、あのね、渡郎は明後日じゃない、木曜日出るよ、パーカッションの渡郎がボーカルさんゲストでフォーク村、ね、トノバン見てきましたと、おお、ゆけしと加藤さんの家を作るなら、家を作るなら、家を作るなら、草の燃える匂いのするカーペットを敷きたいと思うのであります、レッツビーラバーズ、ウィルマリアフォーチュンズトゥゲザー、曲は全然違うけどね、なんかね伴奏が似てるんだよね。そう思い出した、加藤さんのさ、あれだ、ファーストアルバム、ソロのファーストアルバムにさ、松山さんが詩当時結構書いてたでしょ、家を作るならもそうだ、不思議な日もそうだけどさ、9月はほうき星が流れる頃っていう歌があってさ、時か、めちゃくちゃ好きなんです、俺長いんだ、でも10分以上ある、1月から一回りするわけ、斜め模様に落ちてくる粉雪
誰の涙などみたいなやつで、1月はまだ終わりない冬って1月が終わって、2月3月なのってずっと行くんですよ。8月ぐらいに彼女が亡くなるのかな。で、ね、またそれが繰り返してまた1月に戻るわけ、今の歌詞に。これが泣かせるんだね、松山さんロマンチストだからね、めちゃくちゃ、うん、はい。ねこちらはビートルズものか、春ロック、初めまして、66年生まれ春ロックです。一回り下だね。去年あたりから YouTube で拓郎さんとのラジオを聞いて、坂崎さんのビートルズ好きと拓郎さんの歌い曲の良さにハマりました。そうかそうか、アリスからギター始めたんだね。拓郎さんの早口は当時あんま馴染めなかったと書いてありますけどもね、でも聞き込んでどうしてこんなに悲しいんだろうには感動したと。で、この番組見つけてギター弾きながらニャニャニャと歌う坂崎さんのギターも好きですということ、ラブラブ愛してるの頃も見てましたという、ジョンの枯れたボーカルが好きということでビートルズの This Boy。 なるほど、 This Boy、 この世の真夜中に This Boy きついぞ。あ、じゃあ俺がジョンのパート歌うか。 That boyここはジョンのパートですよね。 That boy がジョージ。 Took my love away で、 That boy がポール。 Took my love away で、よかった、半音下げといてよかったね、これね。